どうも、ろくんです。2024年9月23日、月曜日、振り替え休日になってます。かねてからですね、高野川と鴨川の合流地点、鴨川デルタ地帯なんですかね、三角地帯なんですか、こちらから高野川沿いに、北の方へ向かってですね、歩いてみたかったので、これから歩いてみたいと思います。多分ですね、遊歩道がある場所、遊歩道がある川沿いの道ということで、多分北線橋までが遊歩道があるような感じ、調べてみると遊歩道があるような感じになってます。ですね、ここから、こっちは鴨大橋なんですけども、今出川通り鴨大橋なんですけども、多分2キロ、 2.5 キロぐらいの感じだとは思います。今日は休日だということで、かなりの人出があります。そして、昨日ですね、結構雨が降りまして、かなりの量の雨が降ったんですけども、高野川こうして見る限りでは濁ってません。清流です。それと、水量がですね、比較的やっぱりこの、下水期というか、昨日雨降ったにもかかわらず少ないですね。でこちらに、有名な飛び石があるんですけども、ぐるっと回ってですね、まずは高野川の東岸、東岸を歩いて、ぐるっと回って、こちらに戻ってきたいと思います。多分2時間ぐらいかかるのかなって感じです。こちらの鴨川と高野川の合流地点から出発します。いや、それにしてもですね、午前中は比較的まだそんなに暑くなかったんですけども、昼から結構暑くなってきまして、日差しが出てきまして、それでも今までちょっとこう暑かった、そういう感じのことから比べると、今日はですね、比較的風が爽やか、空気が入れ替わったというか、風が爽やかになってます。そんな感じで、よし、今日は念願かなってですね、高野川沿いを歩いてみたいなという気になりまして、やってきました。綺麗です。清流ですね。実はですね、この間調べたんですけども、こちらの高野川はですね、京都府と滋賀県の境の途中峠というところが源流になっています。京都府というよりも左京区ですね、京都市左京区のと滋賀県の大津市が境になっている、峠になっている途中峠というところが源流になっています。それでですね、なんと十数キロだとは思うんですけども、全長の距離がですね、十数キロだとは思うんですけども、なんと左京区だけ流れてる、そういった川になってます。後ほどは合流、鴨川と合流するということになってます。左京区だけの川になってます。十数キロですね、距離的には十数キロです。綺麗です、すごい綺麗です。そしてですね、本当言いますと桜の時期に来たいんですけども、桜の名所でもあります。すごいです。こちらの川端通りですかね、右手川端通り沿いにずっと桜並木がですね、ずっと続いてます。多分あれ、ウですね、野生のウなんですかね、盛んにですね、魚を取ってます。ウですね、やっぱり
すごいですね。いや、野生のウテ初めて見ましたけど、すごい痩せてますけども、ああいう感じなんですね。あんまりこう飛ぶのは得意じゃなさそうですね。といった感じで、こちらですね、東岸東岸の遊歩道沿いはずっと桜並木が延々と続いてます、まあ、そういった環境になってます。まあぜひですね、桜の時期に来たいのは来たいんですけども、何せ人が多くて、まあ来年の桜の時期には来たいと思います。もうここから見てもですね、高野川がいかにこう傾斜がきつくて急流かというのが分かります。まあところどころ堰堤は設けられてるんですけども、だいたい 200-300m 間隔で堰堤は設けられてるんですけども、その堰堤高いです。うん、すごい高い堰堤です。1メートルぐらいあるような感じですね。果たして、鮎が遡上できるかどうかというのはよくわからないんですけども、まあ、そういった対策もされているのかもわからないです。綺麗です水は。まあ、私事ではあるんですけども、まあ、最近体調良くなりまして、先週1週間前ですね、1週間前の土曜日にですね、まあ、最終的というか二次検査を受けまして、何の検査かというと、まあ、7月の健康診断でガンマ GTP 中、まあ、肝臓の機能を示す数値なんですけども、その肝臓の機能の数値を示すガンマ GTP というのは平均値が70までが、まあ、許容範囲なんですけども、350ぐらい数値が出まして、異様に高い数値だから二次検査あなた受けてきなさいということで、二次検査を1ヶ月ほど前ですね、受けてきました。どんな検査かというと、まあ、エコー、腹部エコーとそれから血液検査ですかね、受けてきまして、あ、これあれですね、もう明らか白川砂ですね、白い砂になっている白川砂ですね。まあ、比叡山の麓が源流になってますので、もう明らかこの花崗岩、白い砂がこうして堆積してます。ちょっとこの感じでは鮎の遡上は無理な感じですね。まあ、対策はないのか、特に鮎の遡上を考慮しているわけではないのか、これだけの高さの堰堤があるとちょっと遡上は無理ですね。70センチぐらいありそうですね。まあ、そういった感じで、二次検査を受けてきまして、二次検査の結果、数値正常に戻ってました。でそれどういうあれなのかというと、数値はですね、数値が高い人というのは、まあ、お酒を飲みすぎているといった、そういった方がなんか数値が高くなるらしいんですけども、私全くお酒の飲めないです。飲めないにもかかわらず数値が上がるからどういうことなのかって、まあ、こう先生と相談した結果、まあ、胃酸 逆流性胃酸食道炎の、まあ、胃酸の逆流を抑える薬を、まあ、飲んでたんですけども、それがひょっとして副作用でそういうことになってるんじゃないかということで、一旦止めまして、その薬を、結構きつい薬なんですけども、止めて、その結果正常値に戻りました。まあ、その胃酸の逆流を抑える薬がそういった作用をしたのかなっていう感じですね。一番最初ですね、ちょっと言い忘れましたけども、鴨川のデルタ地帯から一つ上流の橋が川井橋ですね。で次の橋がですね、三影橋ですね。まあ、三影神社に行く参道になっているというふうに勉強しました。で三影神社というのはどういう神社かというと、
この左手に世界遺産下鴨神社があるんですけども、まあ、下鴨神社のそもそもの神様が降臨されたところで、三河池神社は一度紹介させていただいてるんですけども、上高野、まあ、修学院琉球の北側になるんですけども、上高野のところにちょっと山の中腹に三河神社という神社があります。まあ、そちらから神様を下鴨神社に行幸するといった、まあ、そういう橋ですねが三河橋です。で、三河神社も行ってきたんですけど、本当山の中ですね。そもそものその下鴨神社の始まりが、まあ、その三河神社ということになってまして、その三河神社の神様が下鴨神社に行幸される時の高野川を渡られる橋がこの三河橋、今見えてます、ね、三河橋ですね、というふうになってます。これが出町の高野川と鴨川の合流地点から2つ目の橋ですね。1つ目が河合橋、2つ目がこの三影橋になってます。で、小さなこの先にずっと小さな橋が見えてるんですけども、次が立倉橋、立倉橋、という人道橋ですね。人と自転車しか渡れない人道橋になってます。で、その次が高野橋で、その次が多分遊歩道がもう途切れる北千橋、北の泉、北千橋ですね。で、まあ一応計画ではその北千橋まで歩いて行って戻ってくるといった感じに計画してます。まあ、大体2時間ぐらいの行程予定してるんですけども、ちょっとその辺は分からないです。やっぱりこちらの堰堤もですね、もうはるか1メートルぐらいの高さの堰堤になってますので、ちょっとこのまあ鮎の遡上というのはもう全然考えられてないといった、そんな感じになってますね。まあ、鴨川に比べたら水量は少ないんですけども、清流です。水は非常にきれいです。そして、桜の木が見られたら本当にいいんですけども、まあ、その時期は人が多いです。非常に人が多い、まあ、そういった環境になってます。もう本当にこう有名な桜の名所なんですけども、こちらのですね、この三影橋を向こうに渡ったところ、西に渡ったところが、ちょっと森が見えてますけども下鴨神社になってます。それと、まあ、結構京都の中にしては高級な住宅街、下鴨の高級な住宅街になってます。で、ずっと上流北山連峰が見えてます。北山連峰のずっと先の方がこの高野川の源流、なんと左京区だけを流れてる左京区どんだけ広いなって感じですけども、ほとんど山なんですね、左京区山が広い、まあ、そういった環境になってます。だからまあ自然豊かなことは自然豊かなんですけども、とりあえず山が多いということで、ここからまだ十数キロ行ったところの途中峠、それと途中峠はちょっとこう右手の方に行くんですけども、大原から右手の方に花折断層沿いに行くんですけども、この真正面がおそらくあの桟敷ヶ岳とか あの辺りですね、鴨川の源流、鴨川の源流であり、南側は鴨川の源流であり、北側は桂川の源流になってます。で、その佐治ヶ岳のもう一つ山を越えた、まあ、笹里峠という山が峠があるんですけど、その笹里峠という
峠を越えたその先が北側が今度日本海に注ぐ由良川とか、そういう日本海分水嶺になってますね。日本海の方にも水が流れ出る分水嶺になってます。だから非常にこの分水嶺近いです。おそらく一番あの高い山、あの高い山あたりが日本海と太平洋に行く分水嶺かなっていう感じですね。まあ今の時期はですね、特に、桜も何もありませんので、特にこうして私のように遊歩道を歩いている人少ないです。もうほとんどが自転車で行き来されている方がほとんどです。そして水はもう本当に清く澄んでますね。これはもう本当に、野鳥の宝庫ですよね。野鳥としたらもう本当にここ以上に生活ができる場所ないような感じですよね。というのは比較的浅くて流れもそんなにないと、まあ堰堤があるおかげで流れがだいぶ抑えられてますのでね。堰堤がないとですね、結構急流なんですよね。200-300メートル沖の堰堤のおかげで、流れはかなり抑えられてますので、野鳥たちにとってはすごくこう餌が豊富にあります。まあ、そしてですね、鴨川と比較すると土砂が堆積している中州は比較的少ないですね。まあ、ここ珍しく土砂堆積してますけども、やっぱり流れがそんなにこう水がないのか、土砂をその運ぶ水力が少ないのか、土砂はそんなにですね堆積してないような、そんな印象です。そして、鴨川に比べると土砂の色がですね白っぽい、やっぱこう白川さの影響があるのかなという感じですね。そういった雰囲気になってます。もうこちらの堰堤すごいですよね。もう1メートル以上ありますからね。これ明らかもう鮎の操縦は完全に無理ですね。何かこう細工しないと、ということで多分おそらく鮎の操縦はないのかなという、まあ想像なんですけども。あ、ウですね。またウがいます。野生のウですね。いやーすごい。野生のウは鴨川では見かけたことはまだなかったんですけども、この高野川では結構頻繁に見かけますね、野生のウ。まあ、そういった環境になっています。この堰堤は高い。これはいくらなんでもアユの素性は無理ですよね。堰堤すごく高いです。アユの素性は無理だと思います。そして何か細工してあるかというと細工してないですね。はい、そういった環境になってます。で、まあ中州少ないというのは本当にこう嬉しいことですね。あんまりこう土砂の堆積がないというのは。まあ、そしてですね、川幅も鴨川の3分の2ぐらいかなって、まあ半分とまではいかないです、まあ半分近いんですけども、それぐらいの川幅になってます。環境は非常にいいですね。あんまりこう中州に雑草が生い茂ったりっていうのはあんまりこう見かけないような感じです。春の時期にぜひ訪れてみたいと思います。そんな環境になってます。もう山がですね、もうちょっと歩くとだんだんこう迫ってきてます。高野川の源流が近いのかなって、まあまあまだ十数キロありますけども、高野川の源流が近いのかなっていう感じですね。それとこの辺りの高野川もおそらく昭和の大洪水で、
掘り下げたのかなって感じですね。まあ、かつては多分この遊歩道ぐらいの位置に、流れがあったのかなという感じで、おそらく鴨川と同じように 3-4メートル掘り下げてられるように感じます。まあ、鴨川、高野川の遊歩道はですね、こうしてですね、まあ、桜は何度か見に来たことあるんですけども、こうして川を眺めるようなこういう歩き方は初めてなんですけども、向こうの西岸もずっとこう人が歩けるようになって、まあ、ただ西岸はですね、比較的人少ないですね。こうして見る限りでは西岸の方は人少ないです。次に見えてきた橋が立倉橋、人道橋になっています。自転車と歩行者しか通れない人道橋になっています、立倉橋。まあ、それと鴨川に比べると、鴨川も多いんですけども野鳥が多いですね、非常に、はい、そういった環境になってます。鴨川、鴨川じゃないのに高野川なのに鴨が泳いでます。鴨川を泳いでます。まあ、そういった環境になってます。非常に環境はいいですね。まあ、私の方もですね、私事ではあるんですけども、やっと、まあ、健康体とまではいかないんですけども、健康体に近づいてきたかなという、そういった感じになってます。鴨はですね、この浅い岸のところを走るんですね。飛ぶんじゃなくて走るんですね。走ってましたね、今。走ってました、今。思いっきり。こちらは小さな川が合流してますね。合流してるんですけど、綺麗ですね、水は。すごく綺麗です。こちらですね、まあ、合流してるんですけど、川、水の流れがないですね。まあ、こうしてカメラになんか収めてるっていうのは、高野が収めてるっていうのは、おそらくまあ私しかまだいないんじゃないですかね。桜の時期はね、非常に多いんですけども、こちら立倉橋ですね。自転車と歩行者の人道橋になってます。小さな橋です。で、またこちらの堰堤も高い。いや、鴨川の堰堤のやっぱ倍ありますね。この3段階あるんですけど、3つ合わせたらもう2メートル近い、そういった感じになって、鴨川はですね、だいたいこう2段階で50センチ50センチぐらいにしてるんですけども、こちらの高野川は非常にこう堰堤の高さが高いです。それだけ、傾斜が激しいのかなというのは感じられます。こうして下流を見てみても、こうなんとなくこう何気に下に標高が下がっているような、そんな感じになってます。まあ、それだけやっぱり流れが急流なんでしょうね。だから、まあ、昭和の初めに起こった昭和大洪水の時は結構氾濫したのかもわからないですね。こちら詐欺もいます。いやまあ、自然豊かですね。鴨川に比べると自然豊かです。まあ、鴨川も大概こう自然豊かなんですけども、でこちらにですね、珍しくあの中洲が、大きな中洲ができてます。これは大きな中洲ですね。だから、まあ、この平安京ができる、そういう造営中というか、造営する前の2万年3万年前、弥生縄文のもう少し前ですね、の時代には、この高野川も鴨川と同じように自由に低いところへ低いところへ土砂を
運びながら流れていたというのが容易に想像できますね。そうして、この京都の盆地ができたといった感じになってます。まあ、果たしてこの辺りまでその大阪湾から海がついていたのかというと、その辺は何とも言えないんですけども、まあ普段の標高がですね、こちらかなり標高高いと思う、もう100メートルかそれぐらいあると思いますので、100メートルはないか、60、70メートルぐらいですかね、あると思いますので、まあその分が堆積したのかどうかというのは何ともわからない、何万年前の出来事なもんですから、それはわからないです。でもこうして中州にすごい土砂が堆積していることを見ると、大雨のたびに土砂が運ばれて京都の盆地ができたということは容易に想像できますね。いや、それにしても清流ですね。近所の子どもさんらもですね、遊ばれてます。もう少し寒くなってくるともうね、川の中に入れませんので、今の時期が一番いいんじゃないですかね。で、見えてきた山に法の字、法律の法の字が見えてますけども、あちらが京都五山の送り火の時に、火をつけられる妙法の法ですね。妙法の方の法ですね。まあ低い山なのでなかなかですね、見ること難しいんですけども、法律の方の妙法の南無妙法蓮華経の方ですね。高野川にですね、この飛び石があるのは私初めて見ました。気づきました。まあ今まで気づいてなかっただけなのかもわからないですけど、初めて気づきました。ちょっとですね、ちょっと降りてみようかなって感じですね。せっかくですので、まあ、帰り寄ってもいいんですけどね、ちょっと降りてみましょう。せっかく人いないですから、ちょうど。こちらですね、結構石と石の間の間隔が広いちょっと怖いですけど。そして清流です。綺麗です。水綺麗です。すごく綺麗です。すごい綺麗です。すごい綺麗です。清流です。昨日あれだけ雨が降ったのに全然濁ってないですね。こうして見ると高野川がいかにこう傾斜がすごいのかっていうのが分かります。まあ、下流の方を見てもちょっと分かりにくいですけどね、上流の方を見るとよく分かります。すごい傾斜が激しいです。それでは一回戻って行ってみたいと思います。ちょっとですね、石と石の間が結構広いもんですから、緊張して喋れませんけど、よし、やっと戻られました。はい、飛び石戻りました。結構暑くなってきましたよね。今日はいい天気になってきました。
次の橋がですね、見えてる橋が高野橋ですね。高野橋の次の北千橋までが多分遊歩道がある、そういう場所だと思います。まあ、そちらの遊歩道が、まあ、切れたところでですね、一旦こうスイッチバックしてみたいと思います。いや、それにしても暑くなってきました。やっぱり高野川も上流に行くに従って中州が多いというのがなんとなく分かりますね。やっぱり堆積している土砂がかなりこう増えてる、多くなってるというのは分かります。まあ、遊歩道を、こちらの遊歩道を通るのは何回かあるんですけども、桜の時期しか来てませんので、もう桜に見惚れてしまってですね、あまりこう川の方に目が行ってなかったというのはもうよくわかります、この感じでは。で、住宅街ずっと続いてます。いや、住みたいですよね、こういう環境のいいところに。憧れでもあります、京都市民の憧れでもあります。まあその憧れはいいんですけども、まあ、結局はですね、まあ、何度も言いますけども、健康でないと何もできないっていうのがね、一番肝心なところです。去年の9月には腰椎の椎間板ヘルニアで、まあ、仕事はなんとか言ってたんですけども、1ヶ月ほど大変なことになってました。最初の5日間はですね、布団から立ち上がるのにもう1時間もかかったという、そういった経験しましたので、一旦もう横になって寝てしまうと、もう次立ち上がれないというのがね、もう初めての経験しましたけども、あんなにこう腰の腰椎というのは重要なものなのかなというのはよく分かりました。立ち上がれないです。それなぜ立ち上がれないかというと、体勢を変えると、寝てる時の体勢から変えると痛くて次の体勢ができない。だから、まあ、寝たまま立ち上がれたらいいんですけど、それは絶対不可能ですので、寝たまま立ち上がってしまえばそうでもないんですけども、立ち上がるのに1時間ほどかかりました。まあ、そんな日がですね、1週間ほど続きましたけども、ブロック注射というのをしていただきまして、尾骨とですね、どうもろくんです。2024年9月23日月曜日、振替休日の日です。途中でですね、でも映像がこうちょっとこう、途切れてしまいまして、まあ、多分この、カメラのですね熱暴走でそれで、もう一回ちょっと撮り直してます。現在、高野橋来てます。北宇治通りですね。コンクリート橋でできてますので、結構ですね、鉄橋の地面がコンクリートでできてますので、振動全然ないですね。やっぱりさすがコンクリートはやっぱりこう振動はあんまり伝わらない。鉄橋の場合はかなり伝わりますけども、まあ、綺麗な橋になってます。高野橋ですね。高野橋からですね、もう少し上流北千橋まで行って、U ターンして戻ってきたいと思い、次は西岸ですね、西側の方を戻っていきたいと思います。まあ、遊歩道があるところまで、ずっと進みたいとは思うんですが、果たして遊歩道がどこまであるかというのはちょっと私わからないです。行ってみないとわからない。まあ、それと先ほどの話ですけども、やっぱり腰は人間のこの生きていく上での要になるわけですね。まあ、もちろん五臓六腑臓器は必ず必要なんですけども、やっぱり腰骨というのも人間の体を支えるためには絶対必要です。重い頭を支えるためには絶対必要です。そして重い頭があるた
がために、おそらく人間、4足方向から2足方向にしたとは思うんですけども、その2足方向になってしまったおかげで、全部腰に負担がかかってきてると、まあ何とも言えないこう皮肉な結果になってるんですけども、まあ、2足方向をしている限りはまあやむを得ないのかなという感じですね。この今の人間の頭の重さで、4足方向すると多分できないですね、歩行がね、頭重すぎて。だからまあそういった感じになってます。まあ、こちらの園庭もですね、すごい高い園庭になってますね。まあ、それと川が、小さな川が合流してます。これは後から調べてちょっとまた書き足したいとは思うんですが、合流してます。園庭が非常に高い園庭になってます。鴨川の倍園庭の高さがあります。といったことは鴨川より流れが急だということになってます。まあ、こちらずっとこう流れてきてますね。また後で調べてみたいと思います。まあ、それとですね、まあ、年明けて今年の3月ですね、ちょっと私、食べ過ぎが原因なんですけども、まあ、食べ過ぎ飲み過ぎが原因で、胃酸が逆流してしまいまして、食道炎になってしまいました。胃酸逆流性食道炎というんですけども、まあ、それどういったことかというと、まあ、胃酸というのは非常にこう強い酸を出しますので、それなぜかというと食べ物、食物を食道から通った食物を溶かすわけですね。食べ物、まあ、消化するわけですけども、その消化する役目の胃酸が胃が食物でパンパンになってしまいまして、食道に逆流してしまって、それで常に、食道および、口の中にですね、酸が逆流している状態になってしまってます。それでどういったことかいうと、非常にこう苦い、口の中が苦いという、そういう状況になってます。で、最初ですね、3月のその胃酸の逆流性食道になった時、やっぱりですね、食道自体がですね、その酸に対して弱いもんですから、炎症を起こすわけですね。それが炎症がきつくて、ものが食べられない、ものを食べてもまた吐き戻すといった、まあ、そういう状況になってまして、その時点でですね、10日ほどの時点で、10キロ痩せました。というのはもう物が食べられないという、そういった状況になってましたので、10キロ痩せまして、今現在ですね、3月から3月の食道炎を患う前の頃が一番体重ピークだったんですけども、恥ずかしながら82キロありましたけども、今65キロです。17キロ減になってます。まあ、これよくそれだけ減量したなと言われそうなんですが、もう減量せざるを得ないというか食べれないといった状況になってます。なぜ食べれないかというと、その逆流した胃酸の時に、まあ、食道に炎症を起こしまして、まあ、物が食べられないような状況になってしまって、今度はですね、胃が小さくなってもう胃が食物をそんなに受け入れられなくなったといった状況から、そういう17キロ減になりました。もうそれはそれはですね、ちょっと例えばですね、無理して食べ、もしお腹いっぱい食べたとしたら、それが怖いね、逆に怖い、そういう雰囲気になりますので、食べれないですね。
お腹いっぱい食べられないというそういった感じになってます。またもっと胃酸が逆流して、もうこれ以上多分逆流することはないと思うんですけどね。でなぜ逆流することが起こるかというと、あの食道と糸を隔てている肛門のような役目の括約筋というのがあるんですね。まあ、普段は閉じてるんです、その括約筋 でそれがですね、年とともに加齢で、だんだんこう括約筋が弱くなってくる、まあ、肛門がだんだん締まりが悪くなってくるのと同じような感じで、括約筋がですね、本当活躍してくれる活躍してくれなくなるというそういった状況になってまして、それで開きっぱなしになってるから胃酸がまあ逆流してると、まあ、逆流はしてしまってるんですけども、もう食道自体はですね胃酸に慣れてしまってるんですね。慣れてしまってるからあえてこうそういう炎症はもう起こさないといった感じで、炎症は収まってるんですけども、まあ、ただ苦味がすごく残ってるというそういった感じになってます。いや、人の体って本当にバランスが一つ崩れると本当大変ですよね。そういったことになってます。本当健康のバランスというのは本当大事です。物が食べれなくなりますからね。で無理やりその食べても、無理やりに食べたら食べただけ戻してしまうというそういったこう悪循環になってしまいますのでね。いやー、すごいことになってました。まあ、こちらですね、一つ、北千橋の一つ手前にこう人道橋がありますね。ちょっとこの橋の名前また調べて書き足したいと思います。向こうに見えてる橋が北千橋ですね。多分もうあの北千橋でも歩道はなくなってますね、言うほどなくなってます。こちら人道橋ですね。小さな橋になってます。鉄板が敷かれてますね。おそらくあの北千橋のところで遊歩道上に上がってますので、もうあそこで途切れてるのかなって感じですね。いや、もう山がすぐ近くに迫ってきてます。鴨川では同じような位置に、船形山が見えてましたが、こちら妙法の方ですね、五山送り火の妙法の方がもうすぐ近くに見えてます。そして山もものすごく近くに迫ってまして、流れ着いている土砂も石です、岩です。やっぱり上流に来たなという感じですね。まだゴロゴロ転がってないので岩です、岩の状態です。まあ、自然ってこうして見るとよくわかるもんでね、岩の状態になってます。あ、やっぱりないですね。こちらで言うほど終わりですね。多分1時間ぐらいですかね。出町から1時間ぐらいかけてきましたけども、もうこちらから、北千橋のところから言うほどはなくなってます。そして、もう岩がゴロゴロ、まあそんなに大きな岩じゃないですけども、結構大きな石がですねゴロ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 転がってます。それではですね、奥仙橋のところまで行って U ターンして、今度はですね西岸を行ってみたいと思います。西岸ですね。こちら川端通りですね。もう修学院の手前まで来てますね。見ほどなくなってます。いや、比叡山、あちら見えるのは比叡山ですね。
比叡山が間近に見えてます。ちょっとこれだけ歩いただけで比叡山間近です。そしてこの高野川源流がですね、ちょうど比叡山と山がこうずっとこう切れかけてるところがあるんですけども、そちらはずっとこう花折断層という断層が走ってまして、その花折断層沿いにずっとこの山の中を縫うように高野川流れてます。野生大原、そして、源流が途中峠、石垣の大津市との境ですね、途中峠になってます。まあ、こちら言うほどもうないですね、はい。まあ、そういった状環境になってます。もう綺麗ですよね、清流です、本当清流です。本当清流になってます。比叡山と、まあ、冬はですね、なかなか 雪深いところなんですけども、 あの山のちょうどこう欠けた部分のあたりの奥に途中峠があって、そちらが源流になってます。左京区だけを通る高野川。以上、高野川の遊歩道東岸を歩きました。